だいぶ放置したおかげで、お金もだけどダイヤもだいぶ溜まってきた。お店でいろいろ買わないとだね。大きなお部屋、これいいね。言霊地の上限を3つ増やす。これで13人。言霊ゲージの上昇量、コインの獲得の上昇量、配置できる家具の上限、あ、これいいね。ボックスの拡張もそうだし、タップの強化、あー、どれを上げようか迷うね。でも言霊ゲージがやっぱ上昇率いい方が、あ、もうなくなっちゃったレベル上げはしやすいだろうから、お金だいぶ溜まってきたけども、この6万バリピのぬいぐるみ、水、本当はね、他の安いのを買っていろいろ並べた方が効率はいいんだろうけど、空のペットボトルちょっとこういうね、高級品とか置いてみよう。家具を置く。お、ポン、へえ、こうやって乗せることできるんだ。ちょっと感動したさあ、2回目の進化。1回目はうっかり動画に収めるのを忘れてしまったんだけども、イッヒヒっていうのを入れたらラブリッチになった。イッヒヒ、お先真っ暗また陰湿な感じになっちゃうか。そうだよ、やめて、ダメだよ、認めるなそしてゲージがもう一個溜まったんで、どれが好き。お化け、イッヒヒとウギアーン、やめて。困ったことにギャン泣きした。様子がおかしいぞ。いつものことだがおかしいぞ。お、新しいやつだ。ヤミー、かわいい。病んできた、病んできた。ラブリーチとかなんかかわいい、ちょっと不思議ちゃん系よりもっとなんだろう、ダークな感じになってくるのかな。どれが好き？薬品硫化水銀はおやつに入りません何持ってこうとしてんの。どれが好き？もう次のやつも止まっちゃったこれ薬品、追い薬品してみる。同じのを何個と重ねるとかはなんか意味あるかね。あー、一緒だね。でもステータス自体はその方向に伸びるから、メッセージは同じで。あー、また陰湿んか。ちょっともったいなかったな。もう次のがいける。楽園、桃源郷、桃食って気持ちはハッスル、ハッスル、ハッスルは死後フィーバーのおかげですぐに止まった。どれが好き？難しいなぁ。だね。どんどん金眼。スマホがさらに現代人の目に負担を強いる。どれが好き？妖精。ゲレゲレ。え、それは妖精の鳴き声か？どこのキラーパンサーだね。あ、かわいい。陰室はヒーモくんに進化した。ヒモだったらもうちょっとね、相手をうまく乗せる感じの性格じゃないと。それはただの寝てるだけだぞ。なんかお迎えが来たかのような感じ。パトラッシュ、僕もう疲れたよっていう、そういうポーズだぞ、これ。鋭い直感から考えを広げるあんたに嫉妬したりもする。これは見たことあるね。いつか一緒にメガネを作ってやってもいいか。あなた、おかげで助かったよ。これ絶対お迎え来たでしょ。闇方面に進んだね。もうちょっと寝る。もうちょっとで済むのか紐が部屋に居座る。嫌な文言だ。次の言霊は何だ。ランクはいくつが最高なんだろうね。
新しい家具が出て、売買、季節限定、献血。お店を見ると、この必要ランクのところを見ると45とかあったね。つまりそれぐらいまではランク上がるってことか。お使いで入手、そうなんですね。お使いでなんか拾ってきたりもあるからね。結構先が長いなポンプはやっぱ大変かな、このゲーム。ちょっとどんな気分？ギャーひえ、もっと怯えるがいい。これは鍛錬だ。知らんけど、誰が誰に向けてのメッセージなんだろうねでもその方向を自分で考えることによって、うん、自分で捉える、自分の捉え方によってなんかまた意味合いが変わってくるから面白いな。どんな気分？なんとかなる。まさしく、まさしくんだよね。適度に行こうか。どんな気分？ドッカーンもうなんか感情の赴くままに罰金。想像上とはいえ、さらに何を壊そうというのだ。ちょっと破壊神になっちゃうかな、のりちゃん。でもなんか元気方向かな、これだと。何する？田植え。ドッカーンと田植え面白い？興味を失えば心が死ぬ、故に生きろ。何する？将来設計。こんな状態でお金持ち？お金持ちになったら友達100人できるかな金目当てで寄ってくる。これは双子ン、初めてだね。おはようさん。前もなんかこういう双子チックなやつは出たけど。どれが好き？カレー曜日。ライス。ではシチューライスはありかなしか。食えなくはないけど、めったに。シチューをあまり食べないんだよね。たまたまではあるんだけど、シチュー自体は嫌いじゃない。ライスも嫌いじゃない。一緒に食うのは、悩ましい。今回はどれにすっかな。飛んでるから羽でもいいけど、ここはことわざで。知性を上げよう。教訓。先人の考えをリスペクトらしい。歴史は四次元萌えだ。またカレーでいくか、それとも、そろそろちゃんとどれで何が上がるか、ステータスどれで何が上がるかってのを把握しないとな。決めてかかった方がいいよね。さあ、双子から。なんだこれは。親孝行。違う毎朝6時に起きます。双子は優等生に進化した後ろは誰なの？それとももう繋がってる？卒業する？どっちが？ほら、後ろの人めっちゃキョロキョロしちゃってんじゃんしっかりした準備と柔軟な判断があなたの強みですよね。将来設計しているあなたを想像すると起きられました心配されてんじゃん俺。育ててくれてありがとうございます。後ろの方がねこれは多分真面目をあげたからかな。後ろの方立派に成長しすぎでしょう。ほんとカオスな部屋になったなで、言霊ランクが上がっていくと。しかし40とかちょっと厳しいね。お、たくさん家具が暗録された。コスパグギー歌
現在何パーぐらいまで行ったんだ？これで24%。こういうのを見ると一応系統は書いてあるから、どれとどれを上げていけばそれに近くなるよっていう、なんかおじいちゃんのステルノっぽいのあるね。仙人様みたいのもあるし、パリピ。いやでもこれもうちょっとヒントがないと難しくないか。まあ一周がそんなにね短く、そんなに長くなく割とさっと終われるからそこまで苦ではないけども、何回も堂々巡りしちゃうとちょっともったいないかなっていう。進めていけばもう少しなんか進めやすい方法が見つかるかな。言霊ゲージの上昇率とかね、家具を増やしていけばどんどん上がっていくんで。どんな気分。どんどん壁、どんどんもっとだ。険しい顔つきをされた。脅しには乗らないぞ。ので、真面目地か。これは真面目方向なのか。どんどんやってみよう。まあ続けはするけども、一旦動画としてはここら辺で切っておこうかな。このアップデでお稽古ってのもあるから、これが、ね、実装されたらもっとやりやすくなるかもしれんし。あとあれかね、進めるときは、息とかあったら、それを見ながらやったら、やりやすそうだね。ちょっと手探りで、やっていくのは少し時間かかっちゃうかもしれないので、もう少し効率のいいやり方を見つけつつって感じですね。まあ、気が向いたらもしかしたらまたこんな感じに増えましたっていうお知らせ動画を作るかもしれんので、まあ、この先は気になる方はぜひみんなもダウンロードして思い思いの言霊っちを作ってくださいと。そう、やるしかないですよ。課金要素もあるけど基本無料なんでね。了解。それは覚悟か諦めか。いや違うよ、実況の投稿は諦めたわけじゃないよ。はい、そんなところで言霊日記一旦ここで終了です。ご視聴ありがとうございました。